最近、オーストラリアの原子力潜水艦導入に対して、いろんな記事を見かけますよね。今回は、静かなる防衛でも、動向を追っている、オーストラリア原子力潜水艦導入について、詳しく見ていきますね。もともと、日本に傾け書きかけた、潜水艦購入をフランスが横取りだよ。安倍さんが猛プッシュしていたんだけど、今となれば、潜水艦機密情報漏洩の元になるので、日本の防衛産業は、ほっとしていたんだよね。知っていた。2022年は、日本でも、防衛政策のあり方を大きく転換する、安保関連3文書の改定が、12月に発表され、これまでにも、日本政府が打ち出してきていた、スタンドオフミサイルの保有、そして、その配備を推進する施策が明文化されている。日本政府が唱えるスタンドオフミサイルとは、近年、飛躍的に、射程距離を伸ばしている、対空ミサイルに対抗するため、それらの射程の外から、日本側が攻撃を可能とするために必須とされている長距離ミサイルの総称だ。その代表格としては、現在、陸上自衛隊が配備を実施している1型式地対艦誘導弾の射程距離を大幅に延伸し、まず 900km、最終的には 1500km とする、能力向上型の開発が中心になることが予定されている。加えて、1型式地対艦誘導弾の能力向上型では、発射破破機を現行の地対艦型に加えて、艦艇に搭載する艦対艦型、航空機に搭載する空対艦型と多層化することが打ち出されており、陸海空の3自衛隊で各々が装備することを想定している。しかし、1型式地対艦誘導弾の能力向上型は、最も開発が進展している地対艦型についても、急いではいるものの、実戦配備は、2026年が最短と見されており、それが行われるまでの代役として、トマホーク巡航ミサイルの調達も検討されている。トマホーク巡航ミサイルは、言わずと知れたアメリカ海軍の水上戦闘艦、潜水艦を問わず搭載、運用されている、対地攻撃兵装の中核兵器で、中東地域での戦いで、実戦経験も多く、世界一の実績を誇ると言っても過言ではない。日本で、安保関連3文書が改定され、こうした、スタンドオフミサイルや反撃能力を有する方向性が、改めて示されたことについて、その方向性を批判したい。一部の勢力からは、トマホーク巡航ミサイルに対する中傷の声も、すでに上がっている。いわく、トマホーク巡航ミサイル自体は、すでに旧式のミサイルであり、飛翔速度も、亜音速と遅いにもかかわらず、アメリカの言いなりとなって、高額な言い値で、それらを大量に押し付けられるというような主張である。トマホーク巡航ミサイルの登場が、1980年代と、古いことや飛翔速度が亜音速であるのは事実だが、そうした指摘は、幾度もアップデートを重ねて進化していることや、今も、アメリカ海軍の中核戦力である、事実の反証には、全くなっていない。また、日本が、大々的に、1型式地対艦誘導弾の能力向上型の配備までのつなぎに、トマホーク巡航ミサイルの検討を始める前には、他国でも、その導入を検討している前例があり、それが祖々がオーストラリアである。オーストラリアは、すでに、昨年2021年9月に、アメリカとイギリスとの3カ国間で、オーカスという、新たな軍事同盟の締結に踏み出して、世界中の注目を集めたが、それに伴い、アメリカから、トマホーク巡航ミサイルを調達することを目的の一つとしている。オーカスの締結といえば、オーストラリアが、それまで、フランスの支援を仰いで進めていた、
通常動力型のアタック級潜水艦建造計画を破棄し、アメリカもしくはイギリスからの協力を受けて攻撃型の原子力潜水艦を建造する方向に進んだことのインパクトが大きい。しかし、ここではそうした通常動力型から原子力推進型へと大きく方向を修正した潜水艦の建造計画もさることながら、オーストラリアが現在運用中の通常動力型のコリンズ級潜水艦6隻にトマホーク巡航ミサイルの搭載を起とした点も見逃せない。これに加えて、当時のオーストラリアのモリソン首相は、同国海軍が運用しているホバート級ミサイル駆逐艦にトマホーク巡航ミサイルを今後は装備する方向だと明言しており、一気に海軍戦力への対地攻撃能力の強化を打ち出していた。オーストラリアがこうしたトマホーク巡航ミサイルの調達を表明した背景には、南シナ海に対し事実上の領有を一方的に推し進める中国の海軍の増強が最大の理由であり、第二次世界大戦後、地理的な要因から他国の軍事的脅威が少なかったことからの脱却が見て取れる。中国海軍がすでに保有、運用している戦略型原子力潜水艦の094型進む級は、実装する12機の VLS、垂直発射艦から、最大射程距離およそ 8000km と目されている JL2 ミサイルを運用可能で、これがオーストラリアの脅威となっている。南シナ海で、この JL2 ミサイルを搭載した中国海軍の094型進む級原子力潜水艦が自由に活動する場合、オーストラリア全土がその射程距離内に捉えられることを意味し、それは当然、日本も同様の事態に直面している状況である。この JL2 ミサイルは、無論、最大で4つの核弾頭を搭載可能となっており、物理的には、オーストラリアが中国の核攻撃の射程距離内に置かれることになったわけで、それらを抑止するために有効な兵器の導入を行う必要があると判断したと言えよう。すでに、中国は、094型進む級の次の096型等級原子力潜水艦の建造を開始しており、こちら早ければ、2025年に収益が見込まれ、24機の VLS、垂直発射艦から、射程距離 12000km 以上の JL3 ミサイルの運用が予期されている。つまり、096型等級原子力潜水艦が南シナ海に配備されてしまうと、なんと、アメリカの本土にまで、その射程距離は到達してしまうこととなり、ここに、オーストラリアとアメリカの利害関係は完全に一致したとみて、間違いないだろう。こうした南シナ海への中国海軍の戦略型潜水艦の配備に対抗するには、オーストラリアはフランスと言っていた通常動力型のアタック級潜水艦で対処することは困難だと判断し、攻撃型の原子力潜水艦の調達に踏み出したといえる。それは、計画されていたアタック級潜水艦が完成し、南シナ海への展開を行ったとしても、その海域で活動が可能な期間は極めて限定的であり、中国海軍の戦略型原子力潜水艦の行動を抑止するには至らないとの結論から導かれた回答だ。オーストラリアの海軍戦力は、既存のコリンズ級潜水艦、ホバート級ミサイル駆逐艦、そしてアメリカもしくはイギリスの協力を得て調達する攻撃型原子力潜水艦の3種に、すべてトマホーク巡航ミサイルを搭載することを起としている。これは、それらを南シナ海に展開することによって、中国の少なくとも沿岸部に対する対地攻撃能力をオーストラリア海軍が有することを意味し、有事の際の備えての懲罰的な抑止力を発揮することを意図したものだろう。
その意味では、日本が、ヒトフタ式地対艦誘導弾の能力向上型や、トマホーク巡航ミサイルの調達を行おうとしていることと、オーストラリアの思考とは、非常に類似するものであり、今後の両国の動きは、互いに注視するべきと言えそうだ。ただし、オーストラリア海軍の既存のコリンズ級潜水艦で、トマホーク巡航ミサイルを使用するには、同艦は、VLS、垂直発射艦を持たないため、イギリスのアスチュート級攻撃型原子力潜水艦のように、533mm、魚雷発射艦から運用する必要が生じる。しかし、このタイプのトマホーク巡航ミサイルは、製造元であるアメリカのレイセオン社も、すでに生産ラインを閉じているため、オーストラリア海軍のみが必要とする数だけで、その再開を決断できるのかは不透明であろう。今年2022年に、日本が VLS 垂直発射艦を備えた潜水艦の実証艦を建造する報道が行われた際には、その内容は驚きをもって迎えられた感もあったが、そうしたトマホーク巡航ミサイルの現状も考慮した結果なのかもしれない。いずれにせよ、オーストラリア海軍の潜水艦整備には、既存艦、新造艦ともに、時間と手間を要することは確実だが、勝手アタック級潜水艦のコンペで、日本が仮に受注を得ていても、同様の展開が予想され、結果的には良かったと考えるべきなのだろう。